自分みたいな人がいたら、その人たちのためにって思いました。天使の母の会福井の代表、小浜市の堀井雅美さん。死産、流産の経験によって活動の扉が開きました。このために私生まれてきてあれを経験したのかなって。動いたからこそ温かい縁がつながりました。いやー、すごい、かわいい。もう親世代ですから、もう応援団みたいな感じでね、いつも。なんかもう悲しくてっていうのはないです。もう感謝だけ、逆に。れっちゃん。堀井さんは5歳の男の子のお母さんです。死産を経験したのは7年前。半年間お腹で育てた赤ちゃんでした。我が子を見送るってこんなに辛いことがあるのかって、これ以上ないと思うぐらい絶望だったし、めっちゃ泣きました。今も泣きそう。泣いちゃう、どうしよう。小浜で生まれ育った堀井さん、関西の福祉大学で栄養学を学び、卒業後大井町役場に就職。離乳食教室や高齢者向けの栄養教室の講師などをしていました。死産を経験した後、龍斗くんが生まれましたが、その後流産を経験。ここで転機が訪れました。仕事を辞め、女性とベビーのための複合サロン、カマエルを自宅にオープンしたほか、2019年から始めたのが、流産・死産を経験した人のためのお話し会です。この会を開く道しるべとなったのは、堀井さんが死産から1年後に参加した奈良県でのお話し会でした。なんか我が子の子ってやっぱ可愛いから、私笑って楽しく話したいなって思ったんですよ。泣いちゃうんですけど、亡くなった赤ちゃんのことをこう楽しく話したいって、私おかしいのかなって思ってたけど、あ、私だけじゃないんや、孤独じゃなくなる、すごくすっきりしましたね。話したいんだけど話す先がないとかだったら、その居場所に私がなりたいと思って。堀井さんが見せてくれたのは、早くにちっちゃくに生まれてきた赤ちゃんに着せる服がね、あるといいなって。服着せて、おくるみで包んであげて、おもちゃとかもね、こう棺の中に入れて、お空に帰れるようにって。小さなベビー用品を届けたい。周りに声をかけたら、裁縫が得意な友人知人が作ってくれました。堀井さんの思いに共感する人たちの輪が広がっています。ボランティア団体グリーフケア福井代表の山崎純子さんもその一人。いつもありがとうございます。作ってますよ、ちょっと待ってね。すごい、こういう風なスタイとか。いやー、かわいい、すごい。グリーフケア福井のメンバーおよそ10人が一針一針縫いました。手探りでこの型紙を自分たちで作って、こういろいろ試作品を重ねて、それでなんとなくこう形になってきてるんです今。はい、お母さん方喜びますわ。もう服がブカブカやった時ってやっぱ何とも言えないんですよ。一番ちっちゃいのでね、50センチなんで。ありがとうございます、すごい。どういたしまして、ね、涙を笑顔に変えていくという、その姿にみんな共感して応援したくなっちゃうんだと思います。いや、嬉しい。集まったベビー用品は公立小浜病院にこれまでに3回寄付しています。すごい可愛い状態で送り出せるっていう、こうすごく温かいなと感じます。それを着てもらって、あ、可愛いなっていうような、少しこう悲しみの中にも穏やかな表情っていうのをすごく見受けられることが多いです。赤ちゃんたち安心してお空へ過ごせてるように私は感じてます。この日はオンラインでの情報交換会を開催しました。
参加したのはいずれも県外在住で、堀井さんのような支援をしているベテランサポーターとサポーターを目指す2人です。実際こう流産死産された人って、まあ悲しいことに絶対これからも出てくるんですよ。やっぱ続けてやっていくことが大事。全国のやっぱもう孤独になってるお母さんたちもいっぱいいるはずなので、もうそういう人たちがねちょっと癒しになったりとか、前向くきっかけになったりとか、孤独じゃなくなったりとか、もうそれがやっぱ一番の願いなので、背中を追っかけたい方です。やらなきゃっていうエネルギーにもなります。元気でパワフルなのと、芯が強いなと。同じ志を、ね、持つ仲間としてね、とても心強いと思っています。堀井さんは自身の体験や思いを綴った電子書籍も出版しています。たくさんの涙を流し、紡ぎ出した思いと笑顔、そして行動力、その死産と流産のおかげで自分が人の役に立てたりとか、今ある幸せすっごい噛みしめられたりとかできるので、あ、幸せになるためやったんやなって、うん、すごい思ってます。かも人間パワースポットになるなりたいですね。もう本当に人を幸せにできる人でありたいなとは思います。経験したからこそ、人の心の細かいひだに触れ寄り添える思いがあります。その活動は堀井さんの心の栄養にもなっています。